ですえー、まあねあのーまあ、今選挙東京都知事選挙が行われていて、えー、ツイッターなんか見てるとそれぞれ悲劇、えー、の候補を熱く推している方の投稿投稿が目立つんでございますけども、あのー、選挙ってのはですね典型的に、あのー、どうすることもできないことなんですよね。うんであのー、これストイシズムの英語の本の、えー、原稿を最近書き終えたわけでございますが。 えー、その中でやっぱり基本中の基本としてね強調したのが、えー、自分のコントロールできることとできないことを分けてコントロールできることについては全力を尽くすんだけどコントロールできないことについて諦めるとこれはマルク・サウレディスをはじめとするストイシズムの、えー、対価の書き手が全て言っていることなんですよ。ね、で選挙結果っていうのは典型的に自分がコントロールできないことなんです。自分がどの表に どのの人に投票すするるかっていうのはコントロールできるんできんよだからよくそれは考えて投票したらいいと思うんですけど僕はもう、えー、不在者投票を済ませましたけども、えー、そのけ選挙結果がどうなるかっていうのは他の有権者の方々の、えーまあ、動向によるわけですからこれはですねコントロールできないんですよね。でそれをも,うもちろんあの僕はしないですがそもそもどの候補者に投票したいのかってことも明かさないですけど。 Twitter とかで、まあ、この人応援してますとか、えー、この人当選させたいんですって言っていろいろやられてる方いらっしゃいますよねそれはいいんですよそこまではねそれは別にだからあのやられたらいいと思も自由にやられたらいいしそれで、えー、支,持支持が広がるとかその人の良さが伝わるということもあるかもしれないからただその結果誰が当選するかというのはこれは大数の法則で統計的に決まってる傾向であって。 あの必ずしも皆さんの思ったようにはならないわけなんですよね。で特に僕のように何、えー、て言うか非常に変わった <laughs> 考え方っていうかおらくあ,あんまりなんていうか社会の中でなんかメインストリームじゃないんですよね僕の考えだったらちょっと変なんですよねきっと。だからそういう人間にとってはあの分かりやすいんですけどその選挙とかで自分が投票した人が当選する確率は 高くないんだよねそこまで何割かなどっちかって言うと,ちょっと選挙結果は自分とおの思いと違うことになることの方が多いと思うんですよねそれはいわゆる野党に当選あ投票してるからとかいうことでもないんだよねうん普通にこの人がいいんじゃないかなと思って政党とか関係なく投票すると大体結果は違ってる <laughs> ってことずっとその投票権を えー、投票の、ね、権利を持った有権者になってからずっと続けてきてるんでだからなんか全然平気です <laughs> だから、まあ、何が言いたいかというとねもちろんあの自分の一票清き一票を決めるのは大事ですよぜひ投票してください投票率ねあの低いってらのはちょっと本当恥ずかしいことだと思うんで投票していただきたいんですが、えー、その結果どうなるかってことはコントロールできないんだよって選挙結果コントロールできないんだよってましてやね <laughs> あの選挙結果が自分の思うとおりにならなかったからこんなのは有権者がバカだとか、えー、あなんとかとかいうことは絶対に言わないほうがいいなと、えー、思いますあの。そうではなくてあくまでもうん謙虚に、えー、自分の、えー、投票とは違うかもしれないけども投票結果これは民意ってやつですからねそれを受け入れるのが民主主義なんでだから自分と違うと自分の投票した人と違う人が当選してもおめでとうございますと。 頑張ってくださいというふうに言えるかどうかが僕は、えー、民主主義の中で生きる我々の一つの、えー、ポイントではないかなと思っています。ということで、氷愛生でございました、えー。ボイシーの方でも同時にお届けします。